CRM は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していたオートバイのシリーズ商標である。水冷にストローク短気筒エンジンを搭載する、モトクロス競技用をモチーフにした、行動走行可能なデュアルパーパスモデルである。排気量別に 50cc、80cc、250cc が生産されたが、1999年までに、すべての製造販売を終了した。 1989年4月15日発売。形式名 MD24。1996年まで生産された。同社の高度走行用 250cc。クラスデュアルパーパスとしては、エルシノ IMT250 以来のフルサイズに、ストロークエンジンを搭載する。排気量 246cc から、最高出力 37PS をマークしたが、 1991年3月20日に、形式名変更のないフルモデルチェンジを実施し、バルブ並びに点火時期の電子制御下と排気系、設計変更で 40PS までアップされた。車体色を含む、小変更を何度か実施しているが、倒立式、フロントサスペンションデルタプロリンク式リアサスペンション6段、マニュアルトランスミッションなどの機構に変化はない。変歴、 CRM250AR1997 年1月24日発売。形式名 MD32。年々強化される環境適合基準に対応させるため CRM250R に対策を実施したフルモデルチェンジ社である。最大の変更点は省エネルギーや環境問題に対応する技術として、 開発された AR 燃焼エンジンを搭載した点である AR 燃焼エンジン搭載による変更点を一下に示すこの他の CRM250R からの変更点を一下に示す AR 燃焼エンジンは海外向け輸出使用数車種にも搭載されたが年々強化される自動車排出ガス規制には対応できなくなったことさらにはホンダ技研工業が オートバイ全モデルの4ストロークエンジン移行方針を発表したことから日本国内向け系に臨車としてストロークエンジンを搭載する最後の本モデルも1999年までに生産終了となった。なお2018年現在でも同社の2ストロークエンジンを搭載する高度走行可能モデルは存在しない。変歴。 CRM50 CRM801988 年2月20日に CRM50 が形式名 AAD10 で同年3月15日に CRM80 が形式名 HD11 で発売された。MTX50R80R のフルモデルチェンジ車という位置づけも含まれることから搭載されるコンポーネンツの一部はキャリーオーバーとしたほか 他た、モデルとの共通設計や共用なども実施された。しかし、外装部品は CR のイメージを継承するデザインに一新された、ほか、整備性工場の観点から分割式サブフレームが採用された。また、ブレーキは 250cc モデルと異なり、シングルディスクドラムとしたが、1993年に形式名変更を伴うフルモデルチェンジを実施した際に、 後輪もシングルディスク化された。変歴書言。ありがとうございます。